国際協力機構の海外協力隊として中東のヨルダンに派遣されていた三崎省教諭の岡崎由里さんが3月29日、宇部市役所に篠崎刑事市長を表敬訪問をし、現地の生活習慣や教育などについて日本との違いを説明しました。岡崎さんは西南学院大学在学中に海外での教育に興味を抱き、27歳の時に同機構の海外協力隊に応募しました。2022年7月に首都アンマンの 40km 南にあるマダバ県の県都マダバに派遣され、小学校で体育や音楽、図工などを教えました。最初の半年はヨルダン人教師の協力が得られず苦労しましたが、子どもたちが岡崎さんの授業を楽しんでいる様子を見て、教師たちも次第に打ち解けてきたといいます。篠崎市長から日本の小学生との違いを聞かれると、日本では自分の意見を言うことに消極的な児童が多いが、ヨルダンではみんなが意見を言いたがり、言わせてもらえないと涙を流して悔しがると答えました。岡崎さんは3月20日に帰国し、三崎省に復職しました。現在は4月8日に始まる新学期の準備に追われています。これからは三崎省に限らず、子どもたちにヨルダンでの体験を話し、世界は広くていろいろな人がいることを教えていきたいと抱負を語りました。